テニスが上手になるために一番大切なテニスの5つの要素。これですよ。みんなが大好き。技術って武器ですから、一番もう初心者同士だったら作戦なんじゃないですか。でも本当にトップになったら、僕は軟式を引きずっていない男なんで。本当そうなん、はあ、うん、はい、じゃあ次の質問いきます、ニックネームがこれはうっちゃん、うっちゃんですね。うっちゃんいいね。はい、質問がテニスが上手になるために一番大切なことは何ですか。なんだろうね、なんだろうねなんだろうね、やっぱ一つあげろっていうのがやっぱちょっと難しいっすよね。うん、まあ、Tスタイルのシステムだったら、うん、テニスの5つの要素があるでしょ、うん、その1番目は要素、要素、そのメンタルとかそういうの。あ、そうです、そうです。1つ目、今、まあ、どれでもいいんじゃないですかえ、まあ、伝える力、そこから行くで、フィジカル、うん、そこから行く、作戦、大事ですもん、そっちに飛ぶ、うん、はい、僕なんて作戦とフィジカルとメンタル、うん、で、伝える力、うん、で、なんだっけ、作戦言いましたよね、うん、これっすよ。みんなが大好き、質問が一番多い、みんなが大好き、カテゴリー、え、技術面、そう、そうです。あ、技術面言ってなかった、そう、技術面言ってなかったですね、うん、技術が大体一番最初にね、みんな出てくるとだから技術、メンタル、作戦、体力、うん、まあフィジカル、うん、で伝える力、人間性、あ、それで、まあテニスできてるよみたいなね、うん、説明があったりしますね、うんうんうん、でか、まあその5つをうっちゃんさんは意識してもらったら、うん、やってみてください、うん、やっぱ技術になりがちなんだよね、うん、だから、あ、技術出てこなかったらそこなのかな、なんか今フィジカルとかメンタルの方にちょっと今意識が、ちょっと難しく考えちゃう、うん、作戦、ね、作戦とか、ね、技術はもちろん大事なんだけど、うん、まあね、その技術って武器ですから、うん、あの武器ってことですよ、うん、相手と戦うにおいてのね、うんうん、だから武器を持つ、いい武器を持つっていうことは間違いなく大事です、うん、だからその、まあ、それを組み合わせて、うん、で相手の武器も見極めて、どう防ぎ、そう、どう使うか、使うか、どう戦うか、うん、だから武器の使い方を知らない、いい武器持ってても、うわ、この武器どう使っちゃろうったら、もう意味ないっすよ。そうですね、うんうん、シチュエーションが分かってなかったり、状況が分かってなかったら、もう、この武器どこで使えばいいんやろ、どう使っちゃろうっていうのが分かってなかったらね、分かってるからいい武器になると思うんですよね、うんうんうん、深いっすね。そうね、やっぱね、うん、深いっすか、深いかな。いや、その一番大切なことっていう質問が、まあ、その中で一番、うん、分からんそれはやっぱみんなでチョイスしていくしかないですよね。やっていく中でその時によって変わってくるし、みんな違うからね、うんうん、から、うん、だけど、まあ、技術、体力、うん、作戦、メンタル、うん、使える、あ、伝える力、表現力、一番もう初心者同士だったら作戦なんじゃないですか。うん、でも本当にトップになったら作戦なんじゃないですか、うん、あとか体力か、フィジカルか、うん、そうね、うん、その組み合わせで、初心者で、初心者同士でよし試合しようかったら作戦なんじゃないですか、うんうんうん、どう勝つか、どうやって点取るかのみで、うん、まあだから俺らコーチがよく思うのは、やっぱりスピード出しすぎてミスってる、うん、こうだからエースかミスかっていうことは多いじゃん、うん、でチャンスボールもスピード出しすぎてミスってるとしたら、それは相手に点がいくわけで、
まあよく試合見に行って思うのはもう真ん中にねスピン真ん中こう入れとけば3球返せば相手ミスるのになっていうね。でそうすると作戦としてはもうスピード落として真ん中に3球入れろっていう作戦で、うん、勝てちゃうことは多いし、うん、だから初心者だとそれでね、まあ、同志だったら、うん、で自分がまあフォアハンド、まあ、基本的にはやっぱフォアハンドバック狙えだけど、うん、自分がバック得意フォアよりバックの方が得意だったりすると、まあ、フォアハンドじゃなくて多くはバックハンドで3球真ん中に入れればその作戦で勝てちゃうことは結構ある、うんうん、ね、だから一番っていうとだからそのレベルによってもちょっと一番が変わってきたりするのかもしれないですけど、うんうんうん、だからまあそれはねだからその結構初級の話だね、うん、そうそう1回戦とか勝つための作戦ですごく初歩的な作戦よね、うんうん、そうでちょっと上手い人だとやっぱ技術とかはもちろん必要ですよ、うん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 、いろんなバリエーションがないとね、うんうんうん、こう相手がに効果がないというか、うんうん、それ時々でちょっと変わってくるなと。だから、うん、ね、まあだから作戦が一番大事なんじゃないですか、うん、最初ゲームとしたらね、うんうん、まあそのどう体力もどう使うかとかいうのも作戦の一つとしたら、うんうんうん、そうかもしれない。で作戦考えましょうか、うん、うっちゃんさんどうポイント取るか、うんね、ちょっと考えてみてください。うっちゃん考えてはい、次の質問いきます。これちょっと被ってるのかな。何が被ってるんですか、質問の内容なんでそんなこいつ何が被ったのかな。お名前がね、中村さんの質問がその被りいや中村かぶりじゃない、中村かぶりじゃない、はい、自分は奥さんの旧姓中村かぶりそんなこと言わなくていいですよね質問がいやそっちのかぶりかな。自分は軟式上がりで硬式テニスを始めてバックの打ち方が違い、うん、イメージがなかなか固まりません。あ、確かに、ね、バックを打つときに気をつけることや意識していることはありますか。でもう一つ、これはローマ字んイニシャルかイニシャルの O さん、バックでボールを打ち返す時のタイミングが合いません。かぶってるのかなそれは。タイミングが合わずにしっかりした体勢で打ち返すことができません。タイミングの合わせ方を教えてください。ちょっとバックハンドがバックハンド縛りで縛りが、ああそのかぶりね、かぶりね、そのかぶりね、バックどうなんすべき。こっち軟式から硬式にこう僕は軟式を引きずっていない男なんで本当そうなの、はあ、うん、本当に大体わかるんだけどね、軟式やってたねとかその技術を、ね、使ってる人は多くて、うん、使ってないんで僕は、うん、なんで別のスポーツしようと思ってあの両手にしてるんで、うん、あんまり苦労してないじゃないですけど、うん、軟式は引きずってないです、うん、だから両手で、うん、だから片手で打つとその軟式の感覚が出るでしょ、うん、両手で打っちゃえば出ないじゃないですか、うんうんうん、まあベッキーはそう思ったんだね、うん、簡単、そうしたんだよ。どっちの方が簡単かっていうと、うんうん、新しいことをなんて修正して癖を修正しながらフィットさせるよりも新しいことした方がシンプルで簡単かなと思ってしたっていう、うんうん、でいやだからこうバックのさ軟式はイースタングリップで持つやん、うん、バックのね、うん、でテニスの、両手バックだったら基本的にはコンチネン右手はコンチネンタルグリップで、ね、うん、左手が、ウエスタン気味、うんうん、だからグリップがやっぱもうまたちょっと変わってくる、うん、だけん軟式やってる人は結構そのままイースタンでそうそうとかまあ面を裏でね取っちゃったりとか、うん、だからそれをこう使いながらそれをフィットさせバージョンアップするっていうのは結構難しいし、ソフトテニスの癖が残る、うん、そうそうそう。でまあ、一番は軟式のボールだと設置時間が長い、長いですね、やばいんでね、ボールがやばい潰れるから、うん、
ストリングとボールが、くっついてる時間が長い、うんうん、で、まあテニスの黄色いボール、うん、まあ硬式球だったとしたら硬いから、うん、ストリングとボールが当たってる時間は短くなる、1000分の3秒、うん、1000分の3秒と言われてます、言われてる、うん、でそうするとやっぱりあの持ち上げるときに難しくなるね、うんうん、感覚がちょっとこう違うんですね、そうそうそう、当たってる、そうね、もう引っ掛けて持ち上げるとかっていうのはもう無理だから、もうその飛んでますもんね、そうなんだ、そうもう離れてる、うん、だからまあそう ね, ねちょっとグリップも切り替えてね、うん、やるか、うん、両手にする、まあ、あまあでもそのまんま使うこともいいと思うけどね、うん、結構でもソフトテニスの横片手だったら横振りじゃないですか、そうね、うん、そうね、テニスは縦振りで、うん、ラケット、うん、ね、うん、その辺が結構違うかなと思うんですけど、うんうん、でも最近のテニスはもうちょっと難しいかもね、うん、そのもう変えた方がいいかも、うん、その結局だからそのソフトテニスの面でイースタングリップっていうか、まあ、裏ウエスタンみたいな感じだと、うんうん、ベキコーチがさっき言ったようなこう横振りになっちゃうから、うん、縦軌道のネットの高いところを通して回転をたくさんかけるっていうのはすごく難しいし、うん、怪我につながるね、肩とか手首とか、まあ、両手だとしても両手で打ってるとしてもあれかな、ちょっとスクエアとかクローズに入りすぎてると難しいかもしれない、うんうん、結構ほらフットワークがね、フットワークがソフトテニスってあのクローズだから、ね、クローズ、右足がすごく前に行って打つんで、うんうん、そうなると両手でもちょっと難しいかもしれないですね、うんうん、左腰回っていかないといけない、うんうん、その辺でもまあそれはだからそのもうここ最近のテニスの進化でまあこう軌道の高いボールと回転数が多くてトップスピンがかかっててボールがバウンドした後に高く跳ねるとか、うん、スピードが上がるっていうことが進化してるから、うん、昔だもうちょっと昔だったらこう平面的なこう速いボールを打ってくる相手もいて、そしたら軟式のバックハンドのまま横振りでも軌道の低いボールを低く返すっていうのはいいできたかもしれない。でも今はもう縦回転の高い軌道で高く跳ねるボールを打ってくる選手が多いから、それは小学生でも中学生でも多い、で高校生になったらもっと回転がかかってくるからね。だからやっぱそれちょっと直した方がいいかもしれないね、うん、片手なんかな両手なんかな、ね、そこもちょっと気になりますね、うんうんうん、ちょっと中村さんよかったら今度そこも教えていただければと思います、うん、ちょっと中原コーチにあの話しかけてくださいで次王さんは、バックでボール打ち返す時のタイミングが合いません、タイミングが合わずしっかりした体勢で打ち返すことができません、うん、合わせ方を教えてください。タイミングね、ベースラインの後ろにいるっていう想定ですよね。これでボールのスピードによってちょっと変わりますよね。でもほらあれじゃないですか、あのもっとボールの後ろに早く行けばいいんじゃないですか。どうでしょうか。うんうんうん、あの着弾ボールがついた時にはボールの後ろにいて、うん、っていうのがボールの後ろ、うん、早く、いやこれはどうなんですかね、その場で手出しとか球出しの時打ててるんだったらそこがもっと遅いというかもっと早くすればいいのかもしれないですけど、その場に来たとか簡単なボールでも打てないって言うんだったらちょっともう分かんないですね今のところあのそう言わないで、あのなんていうんですか、もうちょっと簡単なそれこそゆっくりなボールを、ね、あと軽くインパクトから練習してた方が早いかもしれない、うんうんどんなボール飛んできたボールでその王さんがどこにいてとか、うんうんうん、なんかそういうちょっと情報があるとなんかより分かりやすいですね。確かにタイミングは合わない、うん、まあでもバックハンドをねやっぱ初めてやるときはさ、うん、確かにタイミング難しいよね、うん、フォアハンドならまだね利き手側だから、うん、利き手手のひらだから、
触れるけど感覚がちょっとないですよ、ね、だから左手の感覚、まあ、左手、うん、とか、まあ、右手の甲とか、うん、そっちの感覚をちょっと育てていく、うん、そうですね、で小さいとこからね、だからまあなんて動きを小さくしてってことですよ、うん、バックスイングも小さくして、うんうんうん、その軽くフォ、ね、フォローする前の動きも小さくして、うんうん、きちんと当てるとこからスタートして徐々にダイナミックにしていくみたいな感じでやると、うんうんうん、まあラケット引いてラケット出す、うん、まあフォアハンド1、2、うん、バックもで右手の手のひらでちょっとまあ何か触る、まあ、机の端っこでもいいし、うん、ドアノブでもいいし、まあ、ボールでもいいし、で、まあ、右は ある程度できたとして、うん、バックのでバックハンドはやっぱり左手を引く、まあ、右手の甲を引くで 1,2 でちょっと机の端っこでもこうちょっと左手の手のひらで触るか右手の甲で触るか、まあ、右利きだったらか、うん、左利きだったらその逆ね、やっぱその利き手側じゃない手のひらとかこう触る感覚をこうね、ちょっとまあコートだけじゃなくてちょっと暇がある時にこうちょっと練習したらあの脳が理解するから、確かにそれそうっすね、そこからちょっと頑張って王さんちょっとチャレンジしてみて、絶対上手くなるよ王ちゃん、王ちゃん次の質問いきます。王ちゃんやったんや。王、イニシャルの王。王ちゃん。王ちゃんって言っちゃうんね。最高ありがとうございます。